ユリウス・スクリバ、ユリウス・スクリバ東京大学のスクリバの教像、ユリウス・カール・スクリバはドイツの外科医。明治期の親とい外国人で日本における西洋医学の発展に重要な貢献をした。ダルムシュタットで生まれた医学、薬学を学んだ。1871年の不仏戦争で軍部に就いたため、戦争が終わった3年後にハイデルベルク大学を卒業し、 フライベルクで開業した。有名な外科医、ヴィンセンツ・ツェルニーのもとに弟子入りして、1879年からフライベルク大学の講師を務めた。アマチュア植物学者としても評価を受け、ヘッセン大公国の花に関する著書も出版した。1870年代初め日本の明治政府は、ヨーロッパで最も進んでいると考えたドイツ、医学界から医学教育を革新するために、 一種の派遣を要請し、レオポルト・ミュルレル、テオドール・ホフマンらが招かれ、内科のエルビン・ホンベルツとユリウス・スクリバはその次の世代として日本の医学教育に貢献した。1881年7月6日から東京帝国大学で外科、皮膚科、眼科、婦人科を教えた。契約の満了によりドイツに一度戻るが、 契約は1889年9月2日から1901年9月10日までに延長されたため再来日する。1892年に日本における頭蓋陥没骨折治療のために頭蓋骨折除の手術を行った。後に日本の外科学をリードする外科医を育成し、助手の宮家則などが著名である。ドイツ大使館の医師を務め、1901年に退職した後は、 生路科病院の外科主任を務めた。日本外科学会の名誉会員、東京大学の名誉教授となった。下関で、下関条約締結のために来日していた、新国の理工省負傷事件、ロシア帝国の皇太子ニコライが負傷した大津事件、などで、日本政府の要請により、現地に出張した。神奈川県鎌倉市で、肺農用で死亡した。ジェイスクリバは、 植物の学名で命名者を示す場合にユリウススクリバを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズにはユリウススクリバに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。